はい、スウェーデンの試合があるコースに着きました。もうすでに一応コースチェックは終わっているんですが、再チェックということでコースに来ました。ユリはまだ体調が万全ではないということで今日も休みを取っています。試合までにですね、しっかりと体調が回復するように努めているので心配ではありますけれども、万全を期すために今現状休んでいるということです。で、一応コースですね、今これ1番ホールなんですけれども、今回のコースかなりタフで、かなりまあ風が強いエリアと、周りには全く山もなくてですね、菜の花畑がたくさんあるようなスウェーデンらしい景観のコースです。で、この1番ホールの距離なんですけれども、まず非常に長いんですね。559ヤードパー5というスタートホールになります。今日は右からのアゲンストということになります。ちょっとコース歩きながら少しこのホールだけでもご覧いただければなというふうに思います。ティーショット左右にバンカーがあります。右には2つバンカーがあって左には1個あります。ただこの両方ともですね、ちょうどバンカーに入る配置になってるんですね。で、このコースほとんどが250から60ヤードクラスの選手であればバンカーをキャリーで越えるというのは不可能な配置がされていて、相当な飛ばし屋であれば越える可能性があります。ただ相当の飛ばし屋も越えたところでハザードだったりブッシュだったりそういったものが待ち構えているので、なかなか一筋縄にはいかないようなコースになっています。またコース全体の感じからするとですね、どちらかというとイギリスのリンクスタイプの雰囲気がありますね。フェアウェイは非常に硬い。先週のベルギーは練習ラウンドは全体として柔らかかったんですね。私が到着した日曜日雨が降って、それ以降1回も雨が降らなくて、結果的には日に日に地面が硬くなってグリーンも硬くなって、全米女子オープンの予選会の時にはもう硬くて速くて、最後風もかなり強くてですね、予想カットのラインが我々の予想をはるかに下回るような結果でした。ただユリ自身のプレーもですね、前半4オーバーだったんですけれども後半1アンダーと非常に粘り強くプレーしてくれたと思います。これ最初の右のバンカーで、特徴は意外とフェアウェイバンカーの顎が低いんですね。で、ここ戦略的に何が考えられるかというと、バンカーに入れることを嫌がらないという選択が非常に重要になります。で、ラフに関してはですね、フェアウェイから外れると最初約3歩ぐらいはですね、薄いファーストカットがあります。ただこのエリアに止まってもグリーン面を捉えるようなミドルアイアン系ではなかなかグリーン面も硬いので止まらないと思います。で、また今ここですね、この隣のラフはね、ちょっときついんですよね。実際こう打てそうに見えますよね。ただボールが入るとまあ、こんな感じに入ってしまって、ショートアイアン出ないとなかなか厳しいですかね。今のだと8番アイアンぐらい、6だともうちょっと厳しいかなというライです。で、またところどころこういったブッシュがあり、リンクス風をですね感じさせてくれるところですね。で、サイドにはフェスキューも生えていて、このフェスキューに入ると打つことはほとんど難しいということになります。1番ホール仮にフェアウェイを捉えたとしてですね、また今度セカンドショットがすごく難しくて、ユリの場合はドライバーの次クリークなんですが、クリークを持つと右のレッドペナルティエリアまで届いてしまうという距離です。しかもですね、左サイドにはまた大きなバンカーがあると。ロングなんで、まあ、もちろんバーディー取りたいんですけども、この1番のロングはどちらかというとバーディーチャンスというよりもボギーを打つ選手もたくさんいるんじゃないかなというふうに感じますね。結局このハザードとバンカーの手前に刻むという状況が考えられますね。で、またね、ちょうど池に入るところのラフを刈り込んでいてうまくできてるんですよ。よくセッティングも考えられてますよね。で、今この池に関しては少し上りながら池に吸い込まれるような形状してないんですけど、ほとんどの池はですね、池に向かって下りで、しかも刈り込まれていて池に吸い込まれるような形になっています。これが右サイドのバンカー。このレッドがですね、フロントエッジまでですね、93ヤード。土手は綺麗にね、カッティングされてるんですけど、この高さで左足上がりであれば、グリーンに届かせるような番手は持てると思いますね。できればフロントエッジ100ぐらいからですね、グリーン面を捉えるようなショットが打ちたいなというふうに思っています。そしてね、グリーンが結構厄介なんですよね。グリーンのサイズも縦30から40ヤードぐらい。横もだいたい30ヤードぐらいあるような比較的大きなグリーンなんですけれども、そこに細かいアンジュレーションが
いくつもあって一筋縄ではいかないという状況です。今回練習ラウンドが本当にあまりこなせていない中で私のコースチェックが非常にこう意味を持つという状況になっています。すでにやってるんですけど再度復習でね今日来たんでしっかりやりたいと思います。で他のホールもですね2段グリーンだったりかなり傾斜がきついようなグリーンっていうのが様々あって本当に難しいんですよ。ちょっと転がしてみせましょうかね。これ今横からなんですけれども分かりますかね、相当ボールが90度ぐらいに切れててます。これもものすごい傾斜っていうよりもよくあるような傾斜なんですよ。これぐらいタフなグリーンであるということです。正直予想としては風が吹いたら相当スコア出ないんじゃないかなというふうに思っているので、まあなんとかディフェンスをしながら必要な時にバーディーを狙えるようなショットが打てたらなというふうに思っています。まずはユリの体調がね回復するというところをしっかり前提に置きながら私はしっかり準備したいと思いますので皆様応援のほどよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。